セントヘレンズはイングランドマージーサイドにあるタウンである。行政上は大都市原のセントヘレンズに属し、その中心部分を占めている。2001年の国勢調査によるタウンの人口は102,629人。周辺のエリアを含めた大都市原のセントヘレンズの人口は176,843人であった。 タウンが大都市原に組み入れられたのは1868年であった。18、19世紀の産業革命において、エリアは急速に発展し、炭鉱、ガラス化工業の重要な中心地となった。この時期、麺織物、理念産業の中心地でもあり、19世紀中頃まで続いた。さらには、塩業、石灰工、銅製錬業、 ビール醸造業も盛んであった。多くの産業は衰退したり、時代遅れになったり、資源が枯渇したりしたが、ガラス産業において、世界有数のメーカーであるピルキントンは、セント・ヘレンズに本社を持ち、現在でも多くの雇用を生み出している。また以前、セント・ヘレンズには、世界有数の製薬メーカーのグラクソスミスクラインの、前身となる、ビーチャムグループの本社もあった。 プロセントヘレンズは1873年に創設されたセントヘレンズ RFC のホームである。クラブは1890年からノーズリーロードでホームゲームをプレイしたが2012年に新築されたトータリーウィキットスタジアムに移転した。アマチュアタウンは数多くのアマチュアラグビーリーグチームのホームでもある。これらのチームの中で著名なのはブラックブロック・アルフック、ボールド・マイナーズ、 クロックフェイス・マイナーズ、ヘリス・フィンチ・ホークス、ヘイドック・ブリアーズ、ピルキントン・レックス、タット・ヒース・クルセイダーズなどである。地域のほとんどのアマチュアチームは、バーラ・ノース・ウェスト・カウンティーズ競技会でプレーしている。ウェスト・パーク・セント・ヘレンズはいくつかのアマチュア・ラグビー・ユニオンチームのホームである。リバプール・セント・ヘレンズ FC が、ラグビーリーグが優先する、このタウンで最も目立った、ユニオンチームである。 このチームは1857年に結成されたリバプールフットボールクラブをその起源とすることに基づいて世界最古のオープンラグビークラブと主張している。セントヘレンズタウン FC はアマチュアサッカークラブであり、現在ノースウェストカウンティーズフットボールリーグのディビジョン1でプレーしている。セントヘレンズタウン FC は1986から87シーズンの FA ベースでは 決勝進出し、ウェンブリースタジアムで行われた決勝戦では、ウォリントンタウンを3対2で破り優勝を果たした。セントヘレンズはいくつかのアマチュアクリケットチームのホームである。セントヘレンズクリケットクラブとセントヘレンズレクリエーション、クリケットクラブが最も顕著である。以前は、アマチュアアアメリカンフットボールチーム、セントヘレンズカーディナルズのホームだった。 カーディナルズは1984年から1998年まで活動していた。グレーハウンドレーシングが2会場で開催されていた。ありがとうございます。